走った走った走った、歩き方が面白い。90度に曲がった体、めっちゃ強そうじゃない？なんというシュールな光景。チャンネル登録通知オン、よろしくね。チョリンサラダの中継のシルエストール、今日もですね、優雅に水を飲む草食恐竜を一日中眺めて入れられるジュラシックワールドでございますというわけでね、かわいいですね、草食恐竜。ちなみに草食恐竜という言い方はね、あまり良くないようですね。昔はですね、イネ科の植物がなかったので、こういった草はですね、生えてなかったんじゃないかと。みんなね、こういう木ばっかりだったんじゃ、もしくはシダ植物ですかね、だったんじゃないかと言われておりますので、草食っていうとこういう草を食べるねイメージになってしまいますので、植物食恐竜というのが正しいというのがね、通説になっております。まあどっちでもいいんだけどね、素人にとってはというわけでですね、今日はね、ウー博士から色物を開発したというふうに言われているので、ちょっと早速呼んでみましょうか。主役でございます。もしかしたら戦わないかもしれないんだよね。さあやってまいりました。今日の主役はこちら。ちょっとちっちゃいですよ、下の方よく見て。はい、出てきた出てきた。おーはーはー、気持ち悪い、怖い、虫注意というわけですね。アースロプレウラちゃんでございますね。巨大ムカデでございます。どうやって歩くんだこれ。おお、のしのし歩いてますね。近くで見てみましょう。のっそのっそと歩いています。素晴らしいな、これよく作ったね。これちょっとかっこいいじゃん。なかなかこれは戦うのか戦わないのかちょっとよくわからないですね。草食扱いだと思うんだよね。だから、草食動物とは戦わないんじゃないかな。ただちょっと肉食を放ったらもしかしたら戦ってくれるかもしれないんで、ちょっと放ってみましょうか。さあ肉食恐竜の方の準備ができました。放ってみましょう。どうなるのか。出てきてもらったのはタイガーティラノ君です。さあ肉食恐竜とね戦ってくれればいいんだけどね。どうだろう、戦ったらね面白いんですけどね。さあおっと、ここでカルノ君とイグアノドンの戦闘が始まりました。そうなんですね、まあ、こんな感じでですね、草食恐竜と肉食恐竜戦ってくれるはずなんですけれども、もしね、まあ、アースロプレウラ君が草食扱いだったら、こういう風にね戦ってくれるんじゃないかと思うんです。おお、引き倒しました。素晴らしい強さ、さすがはカルノ君ですね。さあここでですね、アースロプレイラー君とカルノ君が大接近するもよ。おっと嫌った、さすがにちょっと怖かったみたいですね。どうやらカルノ君の存在に気がついて少し方向転換をしたアースロプレイラー君です。どうやらやっぱ戦わなそうだよねこれね。ちょっとじゃあね、まあ戦わないと思うので、ああ走った走った走った、なんかすごい、ちょっとやっぱ走り姿はやっぱ恐竜をベースしてるので、そういう走り方はしねえだろ、ムカデだからな。まあでもこういう風に走ったかもしれないよね、もしかしたら。まあね、ちょっとね、アースロプレウラ君ね、ラッシーさん的にはやっぱ肉食であってほしいんですけどね。まあ植物食だったんじゃないかなんてね言われてますね。まあ体内からね植物のね痕跡が見つかってるからなんですけど、まあでもね、そればっかりを食べていたかどうかっていうのはねまだ分かってないんですよね。ちょっと巨大ムカデなのに草食っていうのはちょっとね若干悲しいものがあります。実はこういう恐竜何回かね、何回かやろうと思って出してみたんだけど戦わなかったってやつが何人かいるんで、今日はそいつらを、ね、まとめて紹介したいと思います。さあやってまいりました。まずは1匹目こちらでございますね。本当はねやっぱこの子がね肉食恐竜と戦うところをね見たかったんですけど、戦ってくんないんだよね。マンモス、めっちゃかっこよくない？マンモス毛がないタイプですね。毛がないタイプいたのかな。でやっぱこのマンモスのさ角がめっちゃかっこいい。そして動きがいいですね。非常にマンモスっぽい動きをしてますこの子は。目が緑でさかっこいいんだよ。これ戦ってほしいんだけどね、戦ってくんないんすよ。のっしのっしとね動くこの感じもすごいねよくできてるんですよね。超大型の肉食恐竜出してみようかな。でもダメだと思うんだけどね。
一応ね、この竜脚類をベースに作ってるはずだから、動き的にもね、竜脚類はね、まあ、T-Rex とかだとたまに戦う時もあるんですよね。だからもしかしたら戦ってくれるかもしれない。戦ってくれないんだよな。でもやってみたんだよ、ラシンさん。さあ、もう一匹います。もう一匹戦わない生物、こいつが戦わないのなんでなのか、ラシンさんに理解できません。さあ、やってました。これがね、戦ってくれればもっと面白いことができるんですけど、なかなかね、これ難しいんですよね。この歩き方が面白いんですけどね、のっそのっそと歩いてきます。メガロドンなんですよ、これおもろくない？メガロドン吠え方がね、なんか絶妙だよね。中空に浮いているメガロドンなんですけども、これがね、面白いんだよ、めっちゃ。まあ、やっぱ恐竜をベースに作ってるからだと思うんですけどね。足が見えるんだよ、足がないのに。これがすごい面白いんですよね。ここでちょっと恐竜の準備ができました。 T-Rex を放っていきましょう。さあ、行きました。 T-Rex ちゃんでございますが、戦ってくれるかな。なかなかに厳しいんですよね。さあ、来た。気合は十分ですよ。お願いしますよ、 T-Rex ちゃん、戦ってあげて。さあ、メガロドンが水を飲んでます。見てください、この90度に曲がった体直角の身ですね、これはこの辺とかもちょっとその無理があるんだろう、その曲がり方におっと、恐竜同士の戦いが始まってしまっている。違うんだよな、ラッシーさんがお願いしたかったらそれじゃないんだよな。さあ、メガロドン、そんなの我関せずといった形でですね、遠くの戦いを眺めながら体を90度に曲げて水を飲んでおります。楽しい。マンモスも近づいてきた。後ろの方にはアースのプレイヤーもいます。さあ、これはちょっとカオスな状況になってきましたよ。あ、なんか戦いはどうやら痛み分けで終わったみたいですね。さあ、この状態で獲物がいっぱいいるぞ、 T-Rex ちゃん。ぼーっとしちゃってるけど、戦ってくれ。いや、マンモスがこの角で戦うところ見たいんだけどな、これ。めっちゃ強そうじゃない、この角。うーん、ちょっと残念ながら恐竜とはね、戦わないみたいなので、しょうがないからちょっと人間界にね、放り込んでみました。さあ、どんな化学反応が起こるでしょうか。メガロドンがね、人間界にやってきたらどうなってしまうのかというところですよね。あと、このマンモスねえ、まあ、せっかくなんでね、アースロプレイラーちゃんもこっちにやってきてみたんですけどね、まあ、この子ゆっくりなんで人間に追いつくことはないでしょう、多分ね。さあ、おっと、道の真ん中を巨大ムカデが歩いている。なんというシュールな光景。さあ、周りの人間たち逃げ回っていないですね。そりゃそうだわ。あっと、あそこにいますよ、いますよ。逃げ遅れた女性たちがいました、いました。さあ、そっちに行ったらいるぞ、アースのプレイヤーが。おっと、こっちに逃げてきた。でも大丈夫、足が遅いから何にも起こんねえな、これ困ったもんだ。さあ、一方、彼らは何やってんのかな。メガロドンちゃんと、あ、マンモスちゃん壁にはまっちゃってますね、これ。ダメだな、人間界に持ってきても何も起こらないというね。これはちょっとね、まあ鑑賞用としては素晴らしいんですけどね、一番見せてくれたのはこの子でしたね。いやー、はい、というわけでですね、今日はこの辺にしたいと思います。まあ、こういう回もたまにはいいでしょうね。というわけで、またね、次回は戦わせていきたいと思いますので、ぜひね、また見てくださいね。ということで、今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあ今日これでまた見てね。バイバーイ。